ポーターの皆さん、お待たせいたしました。いよいよ第2部のスタートとなります。オープニングを飾ってくださったのは、あの僕が勝ったところは皆さんアップしないでください。オープニングを飾ってくださったのは、ホームゲームでも選手入場前にファンファーレを演奏してくださっている専属学園音楽大学オフィシャルファンファーレ隊の皆さんです。ありがとうございました。SNS で発信していただければと思います。なお今年もこの新体制発表会見の模様は、先ほど皆さんに見ていただきましたが、ニッコニコ動画で全世界配信中になっています。甘噛みしましたね。今度は皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。はい、それでは新体制発表会見を始めるにあたり、まずは川崎フロンターレらしく轟のように川崎市民の歌から始めてまいりましょう。皆様どうぞご起立をお願いいたします。川崎とのコラボレーション、今回で新体制発表会は9回目ということでありまして、この会場も含めてですけども、昭和音大の皆さん大変お世話になりました。そしてこんなかっこいい企画を作っていただいている川崎フロンターレの関係者の皆さんに心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。先日新聞読んでましたら、フロンターレの選手の皆さんと監督がですね、秘書祈願で
川崎大師に行かれた、ニュースを新聞で読みました。書かれているのはですね、もう私たちの望んでいることはただ一つ言ってありました。風間監督の言葉でありました。私も全く気持ち一緒です。ここに集まっているみんながですね、同じ思いで望んでいることはただ一つだと思います。今年轟き競技場はですね、リニューアルしてメインスタンドが改築されます。今度の3月14日からホーム始まりますけれども、そこで新しくリニューアルされた競技場でですね、本当に大声援で今シーズンを始まりたいというふうに思っています。ぜひ今年も熱い応援をお願いしたいと思っています。僕はいろんな都市の市長や知事とかとお会いするときに、川崎市民ってどんな人たちというふうに聞かれることがあります。そうしたときですね、ぜひフロンターレの試合見に来てくださいよというふうに言うんです。サポーターの皆さんの態度を見たらですね、川崎市民がどんな人たちだかよくわかりますよ。すっごいあったかい応援と、そして敵対するチームにもあったかい言葉をかけてあげられる、そういうホスピタリティを持ったですね、素晴らしい市民だというふうなことをバンバン外行って言ってます。今年も熱い応援を一緒に選手の皆さんと戦っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆様お待たせをいたしました。いよいよ新加入選手と風間監督の入場です。お手元にサイリウムのご準備をお願いいたします。サイリウムのご準備を折っていただくとお願いします。はい、折っていただいてお願いします。みんなで続けていきましょう。本当、あ、綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。わ、すごい、すごい綺麗。さあ皆様ご準備はよろしいでしょうか。お待たせいたしました。それでは新加入選手と風間監督の入場です。大きな声援でお迎えください。完全移籍での新加入、フォワード杉本健勇。
なお、ブラジル人選手の通訳ですが、今シーズンも中山和也通訳が行います。中山通訳、よろしくお願いします。それでは皆様、ご着席ください。それでは初めに、株式会社川崎フロンターレ代表取締役社長武田新平、そして取締役強化本部長庄司和夫より皆様へご挨拶申し上げます。武田社長、庄司専務、どうぞステージまでお越しください。サポーターの皆様へご挨拶をお願いいたします。皆さん、こんにちは。川崎フロンターレの武田でございます。時が過ぎるのは早いもんで、もう、今日もですね、新体制発表会見を迎えることになりました。先ほど川崎聖歌隊の皆さんのコーラス、素晴らしいコーラスを聞いておりましてですね、市長もおっしゃってましたけど、感動したし、元気をですね、いただきました。それと同時に、今年絶対やるというような思いで今ここに立っております。さて、昨シーズン、小泥競技場にですね、約1万6000のファンサポーターの方に来ていただいてですね、大きな声で声援をいただきました。またアウェーの地にもですね、多くの方が来て、応援をしてくださいました。本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げる次第です。それから今日もですね、これだけたくさんの方に参加をしていただきましてありがとうございます。皆さんのですね、期待の大きさをひしひしと今感じているところでございます。それから今日のこの会見を行うにあたりましてですね、この素晴らしい会場、ピアトロ事業昭和を提供してくださいました昭和音楽大学様、そして先ほどですね、素晴らしい歌声を聞かせていただいております川崎聖歌隊の皆さん、それから、昭和音楽大学のですね、OB、OG の皆さん、ありがとうございます。それからこの3部になりますとですね、ゴスペルシンガーのジョン・ルーカスさんが出場されます。その後にですね、4分になりますとプラネタリウムクリエイターの大平さんが出場をしていただきます。それとですね、麻生区役所の皆さんにも大変お世話になりました。こういった多くの方のご協力によって今日の会が成り立っております。心から感謝を申し上げたいと思います。それではですね、これからは席に座ってご挨拶をさせていただきたいと思います。昨シーズンはですね、4つのタイトルのうち少なくとも1つのタイトルを取ろうと、そういう目標を掲げてスタートをいたしました。しかし、大変残念ではありますけれども、その目標達成ができてですね、皆様の期待に沿うことができませんでした。大変申し訳なく思っております。私も非常に残念で悔しい思いをしております。それから順位を落とした原因として、終盤のですね、失速のところがあると思うんですけども、ああいったその勝てない時期もですね、皆さんには本当に大きな声で、声援をしていただきました。最終戦の勝利というのはですね、皆さんの後押しのおかげだったというふうに思います。それからあの時、大久保選手は、2点を取りましてですね、2得点をして、得点王をですね、確実なものにしました。これもまた皆さんのおかげだろうということでですね、重ねて、御礼を申し上げたいというふうに思います。
昨シーズンを振り返りますとですね、第25節までは非常に良かったと思います。監督が目指すところの、また我々がですね、望むところの、まあ、スピーディーで攻撃的な、でかつ非常に質の高いサッカーができていたんではないかなと、そんなふうに私は思っております。まあ、ところがですね、26節以降崩れて、しまいましたけれども、それは少しずつ蓄積した疲労がですね、コンディションを維持することができなかった、そういったところに、まあ、原因があったんではないかなというふうに思います。ですから今シーズンを戦う上ではですね、選手層を非常に厚くして、戦力を底上げするということがもう、大条件ではないかなと、そんなふうに考えております。そういった意味でですね、それを成し遂げるために今日ここにいる10人の選手に入団をしてもらいました。皆さん、知ってる選手もたくさんいるんじゃないかと思います。またさっき、紹介しましたようにですね、今年はしばらくぶりに、フロンターレのユースから2人昇格しました。大変、まあ、嬉しく思っております。ここにいる選手たちはですね、非常に、まあ、技術力が高くて熱い心、気持ちを持った非常にポテンシャルの高い選手たちです。フロンターレサッカーというとですね、こういうことをイメージ私はするんですけれども、こうパスがですね、ポンポンポンと回って、その間に誰かが裏を取って、そこにバシッとこう、ラストパスが出る、でシュートゴール、こういうような、まあ、小気味のいいですね、サッカーを思い浮かべますけれども、そういったことがですね、できる選手たちです。ぜひ期待をしていただきたいなと、そんなふうに思います。それからですね、次に今シーズンのキャッチフレーズでございます。魅力的なという意味のですね、アトラクティブという言葉にしました。まあ、多くの人を魅了する、引きつける、そういう意味です。まあ、魅力的な選手によって魅力的なサッカーを、それから地域密着をですね、重ねることによって魅力的なクラブになる、まあ、そういった意気込みをですね、このキャッチフレーズに込めました。絶対に皆さんに見せていきますので、ご期待していただきたいというふうに思います。次に等々力本庁のことです。2年間にわたってですね、皆さんには大変ご不便をおかけしておりましたけれども、やっと安全で快適な、そして一体感のあるスタンドが完成します。3月12日ということでですね、ホーム開幕戦の2日前にギリギリで完成します。ちょっとですね、私たちのリハーサルなしでぶっつけ本番でいきますから、皆さんも協力ぜひしてください。先日、まあ、工事中でありましたけれども、スタジアムを見せてもらいました。新しいスタンドというのはですね、6階建てになります。すごいですね、こうなんていうんですかね、圧迫感ですかね、もう狭くてもその大きさにですね、圧倒されます。これはもう本当に皆さん言ったらですね、きっとそう思うはずです、驚かれるはずです。スタンドはですね、もういろいろな、まあ、写真がというか絵が出てますので、お分かりと思いますと、上層と下層の2つになってます。で、下層から見てもですね、ピッチは割と近く見えますんで、まあ、一体感は保ててるんではないかなというふうに思います。それからもうそういったですね、通常の席に加えて、ファミリーシートであるとか、グループシートだとか、パーティーシートって、そういったですね、
バラエティに富んだシートも用意しました。もう一つ大型ビジョンです。これがもう一機設置されます。ですから皆さん今までビジョン見る結構こういう人はなくなりました。こういうね、あの前で、見れるようになりましたので、そこも楽しみにしてください。でそれからですね、来月、2月の21日に等々力で練習試合します。でその時に皆さんに入ってもらうんですけども、残念ながらですね、メインはだからできてないんです。バックスタンドに入ってくるんです。でそこからですね、メインスタンド、うわすごいなっていうのを見てください。絶対感動しますから、本当に。でそれからですね、ちょっとお願いなんですけど、シーズンチケットですね、明日が申し込みの締め切りです。それなので、もしですね、ここにいらっしゃらないと思いますけども、もしもまだ申し込んでいらっしゃらない方がいたら、帰りに必ず申し込んでください。お願いします。から今申し上げた通りですね、メインの完成で約ですね6000席増えます。だ全体で言うと2万6000のスタジアムになるんですけども、これはですね2万6000を絶対に私たちは埋めたいというふうに思ってます。絶対にですね、面白い、来てよかったっていう試合を、ね、監督はじめこの選手たちがお見せしますんで、ぜひお友達というかお知り合いをですね、お誘いして等々力に来てください。さてですね、ここで、まあ、いつもだと開幕のやってたんですけど、3年ぐらいもう先に行っちゃってるんですね、全然楽しみがないんで、ちょっと別なことしましょう。それでですね、これはですね、私がやりますけども、私一人やったら面白くないんですね。皆さんと一緒なんです。一体になってやらなきゃいけない。いいですか？チームは先週の15日から始動しましたけれども、そのスタートにあたってですね、私はこういうことを選手たちにお願いしました。まあ、一つはですね、心技体をしっかりと鍛えて、スピーディーなですね、それで攻撃的なかつ質の高いですね、そういうサッカーを極めてほしいんだということ、これが一つ。それからですね、このチャンピオンシップを絶対取るんだというこの気持ちをですね、強い気持ちを1シーズンにわたって持ち続けてくれ、こういうことをお願いをしました。もちろんもう選手たちもそのつもりです。強い気持ちを持って今、練習に入りました。ですから確実にですね、取ってくれる、私はもう本当に信じてます。それで今年のですね、Jリーグアウォーズ、皆さん来てもらって、選手たちがですね、全員がというのを舞台に上がる、それでその中から MVP の選手が選ばれて、得点王も選ばれる、まあ、そんなようなですね、シーズンにしたいなというふうに思っております。まあ、クラブの全員がですね、一丸となってこのチャンピオンシップ、これを取る、ここに向けて本当に邁進していきますので、皆さんのですね、今シーズンも熱いご声援をどうかよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
はい、私15年目なんですけど、あんなに弾けた武田社長を見るのは初めてでございました。バカに続いてかもしれない。でも良いものを見せていただきました。ありがとうございました。あそこからサングラスが出てくるの。サングラスが机の端っこにポッと置かれてます。さて、ただいま武田社長から発表がありました通り、2015シーズンのクラブキャッチフレーズはアトラクティブです。本日はこちらのロゴをデザインいただいた川崎フロンターレファミリーアートディレクター大塚一夫さんにお越しをいただいております。皆さん大きな拍手でお迎えください。それではここで大塚さんよりご挨拶を頂戴いたします。大塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。川崎フロンターレファミリーアートディレクターの大塚一夫といいます。1年前ここで修理内蔵させてもらって1年ぶりなんですが、今年もよろしくお願いします。ファミリーアートディレクターって去年何をする人だろうっていうふうに不思議がられて思ったと思うんですけど、今シーズン発表になったユニフォームとか、今発表になったアトラクティブというキャッチフレーズのデザインをさせてもらいました。アトラクティブって魅力的な、サッカー、川崎フロンターレの、アトラクティブをデザインしてくださってすごく難しくて、僕なりにデザインするときに、さっき社長も言ってましたけど、魅力的なパスが、川崎の流れるようなパスが回るっていうような意味で、なんか流れるような、流れるようなアトラクティブっていう文字をこうデザインさせてもらったんですけど、なんか僕そういうデザインするときに、まあ、こうデザイナーとか、そういうのを作ったりするときに、僕の密かな願いみたいなものをそこに入れるのってどうかなと思ってるんですよ。なんか流れるようなパスをしてほしいって僕が思ったところで、それが本当に実現できるんだろうかっていうふうに作ってて不安になることもたくさんあります。で、今回もアトラクティブってすごく難しいんで、果たしてこれでいいんだろうかっていうのを考えながら作ってました。で、流れるようにっていうのを作ってたんですけど、一つもし僕に何かもしできるんであれば、スタジアムに皆さん来てるときに、なんかみんなが笑顔になってくれるっていうのはなんかちょっといいかなと思って、きっとみんなが笑顔になれるっていうことは、試合の中でも選手の戦い方、もしかしたらすごいいいパスが通ったとき、すごいシュートが見れたときで、きっとみんな素晴らしいゴール、そして勝利が最後アバンとみんなで戦うときっていうのが一番みんなが笑顔になれるときかなと思ったので、あえてアトラクティブと、書体を魅力的なデザインだったんですけど、実はこんな風にさせてもらいました。ご覧ください。みんながアトラクティブで流れるようなんですけど、それが、まあ、笑顔の口になってて、スタジアムに来るみんなが笑顔になれるって僕思うんですけど、笑顔は伝染すると思うんです。で、選手がゴール取って、ね、嬉しい笑顔で、僕らもそれを見てやったねっていう笑顔で、まあ、最後はバンクを買って選手たちを迎え入れて拍手で迎える時の笑顔、なんかこれはきっと、2万人、去年まで1万人でしたけど、2万人以上のみんなが、スタジアムで笑顔になれるっていうのはすごく素敵なことだと思うので、ぜひぜひみんなが笑顔になれるようにっていう、まあ、さっき自分で願い事をそういうデザインに入れるっていうのはどうなんだろうっていうふうに思って、なんか作ってますとは言いましたけど、みんなでできることだと思います。で、きっとスタジオに行ったら何か笑顔になれることがきっと見れると思うので、そんなものがみんなで作れたらいいなと思いますので、みんなで笑顔になる瞬間を作りましょう。今週もよろしくお願いします。ありがとうございました。それではここで大塚さんより武田社長へ2015シーズンクラブキャッチフレーズロゴデザインパネルの贈呈です。大塚さん、武田社長、どうぞステージ中央へお願いいたします。ただの納品。皆さん、大きな拍手をお願いします。大塚さん、ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお願いします。が発表されました。魅力あふれるフロンターレ、そして魅力あふれるスタジアムを提供するために新たな企画
がありますので、そちらをいくつかご紹介させていただきます。まず一つ目、こちらは新メインスタンド完成記念トドロキメモリアルチケット略してトドメモチケットを制作します。1993年の J リーグ開幕戦や2002年の日韓ワールドカップなど思い出に残るデザインチケットだったのをご存知の方、お持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。フロンターレでもこの3月14日の試合を皆さんの記憶に長く留めていただこうとメモリアルチケットを制作することにしました。シーズンチケットや講演会割引でチケットをご購入いただいた方にはチケットにお名前を入れるなどプレミア感の高いチケットになる予定ですのでお楽しみに。詳細はお買い物際に皆さんにお渡しします。チラシにも掲載しておりますのでそちらをご覧ください。続いて2つ目になります。こちらはスタジアムグルメの定番、フロンターレサポーターのみならずアウェーサポーターも食している大人気のスタジアムグルメ、皆さん何でしょうか。春日山倉の川崎ちゃんこです。今シーズンより新たなレパートリーとして鶏ガラをベースに醤油で味付けされたソップちゃんこ、そして味噌ちゃんこ、カレーちゃんこ、キムチちゃんこ、この4種類が加わることになりました。味付けは春日山部屋のアイアンシェフと春日里が担当するということです。塩ちゃんこ同様、春日山部屋であるこれあの4種類のちゃんこ日替わりで加わった最強ちゃんこ屋台、今シーズン出店いたしますので、アウェーサポーターにも皆さん教えていただいて、皆さんもぜひ召し上がりください。続いて3つ目になります。こちらはですね、今シーズン高品質かつデザイン性に秀でたボディケア商品が人気のサボンジャパン様、女性がねという声が聞こえましたが、協力を得ましてサボンの商品を活用としたさまざまなボディケアイベントをスタジアムで開催する予定になっています。さらにサボンジャパン様には選手がクラブハウスや試合後スタジアムで使用するボディシャンプーやスクラブなどシャワールーム用品をご提供いただくことも決定しました。選手からいい香りがして選手が作りたくて間違いなしたと思いますね。男女問わず愛されるサボンのボディケアアイテムですが、特に女性の皆さんがスタジアムに足を運びたくなるようなコラボレーションを行っていく予定となっています。ちなみに私もサボンのボディスクラブのハンドクリームと使っているんですけど、さっきちょっと匂い嗅いでいただきましたね。はい、さっき楽屋で本当に乗ってました。いい香りがちょっと合わせてるんですけれども、本当に冬乾燥は気にならなくなるから、はい、ツルツルになりますので、はい、ぜひまだ使ったことのない皆さんも、はい、ぜひおすすめですので使ってみてください。はい、お召しください。サボンのお店ラゾーナ川崎にもありますよね。ぜひ足を運んでいただいて、男性のメンズケア用品も充実していますし、女性にねぜひボディスクラブプレゼントをしたら男性の皆さん外れなしです。間違いありませんので、ぜひ足を運んでみてください。このコラボぜひ楽しみにしていただきたいと思います。サボンジャパン様、今シーズンからどうぞよろしくお願いいたします。皆様ナイスとお待ちください。この他にも魅力あふれるスタジアムを提供するために様々なイベントを行っていきますので、皆さんぜひ。